はい、皆さんこんにちは。ラクトペンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでも役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。ということで、毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。はい、それでは今日のステップいってみたいと思います。はい、6、7、はい、それではステップの解説いきたいと思います。私、左足のステップからいきたいと思います。で、今回ですね、ホップがたくさん出てきますので、ぜひホップを楽しんでいただければと思います。それでは行きましょう。カウント8から入ります。もうリズム込みでいっちゃいますね。はい、6、5、6、7、タララリタッタと、というふうになります。まあ、一個細かくいきましょうね。はい、6、5、6、7、タララリタッタととなります。そしたらこのステップが今から繰り返されるだけです。ただし今度はホップから始まります。右足同じこと、5、6、7、タララリタッタッタ、右ついてますので、はい、6、7、タララリタッタッタとなります。そしたらもう一回左足から、ただし頭はステップでしたけども、今回はホップから左足始まります。5、6、7、タララリタッタッタで着地も込んだステップになります。さっきはタッチだったと思うんですけども、ステップに変わります。いきましょうね。左足のホップからタララリタッタッタとなります。ちょっとね、細かく分けすぎたので分かりにくいと思いますので、一回で続けてやってみますね。5、6、7、タララリタッタッタ、タララリタッタッタ、タララリタッタッタとなります。いきます。はい、6、7、タララリタッタタタララリタタタタララリタタタとなります。はい、そしたら次いきますね。今右足上がってますので、ここからティタタティタタとなります。右足からティタタティタタとなります。リズムはティラタラパパというリズムになります。ちょっとね、分けすぎたので、もう一回ここまで一回続けるとどうなるかやってみたいと思います。はい。6、5、6、7、タララリタタタ、タカタティタタタ、タカタティタタタ、ティタタタパパとなります。はい。6、7、タララリタタタ、タカタティタタタ、タカタティタタタ、ティタタタタタとなります。そしたら次行きましょう。次はフラップスタンプです。タタハハ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 、4回ですを回りながら行きますね。回らなかったら1回2回3回4回、これを回りながらですね。タタティッティ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 、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8となります。そしたらラストタイムステップのような入りになります。ドン、タッタタッタタ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 ドンとなります。ちょっとリズム込みでいってますね。はい、5、6、7、ドン、タッタタタタカタタカタタパとなります。1、2、3、4、5、6、7、8、
ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンというリズムになります。これで今回覚えること以上になります。ちょっとね、8カウントから入ってホップがいっぱい入ってちょっとリズムがややこしいと思うんですけども、リズム理解していけばね、ホップとシャッフルほぼそれしか出てきませんので、ぜひそれではね、一回頭からゆっくり通すとどうなるかやってみましょう。タララリタッタタぐらいでいきますね。ファイブ、シックス、ファイブ、シックス、セブン。タララリタッタタタカタティタッタタタカタティタッタタティタッタタバッバッハハ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 。ドンタッタラッタララララララリどうなります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それではちょっと早く練習いってみましょう。それではね、タララリタッタタぐらいでいきましょうね。はい、シックス、ファイブ、シックス、セブン。タカタティタッタタタカタティタッタタタカタティタッタタティタッタティタッタティティハハ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 となります。ファイブ、シックス、セブン。ファイブ、シックス、セブン。ファイブ、シックス、ファイブ、シックス、セブン。となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。はい、シックス、セブン。それでは曲でいってみたいと思います。はい、シックス、セブン。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、今日のコンビネーション何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日もおまけのコーナーを見ていただいて誠にありがとうございます。今回のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。今回のねコンビネーションのコツはやっぱホップですね。まあ、最初ちょっと踏み込みますけれども、まあ、このタララリタッタタンタカタティ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 タッタタンタホップタッチ、ホップ。このノリを体にしっかり覚えていただければ大丈夫なんじゃないかなと思います。意外にね、慣れないとこれやると、はぁはぁ、おおってこうどこでタララリタ、こう乗っちゃったりもしますので、ぜひね、タララリタ、だここでタッチ、ここで乗らないように気をつけてくださいね。タララリタ、タタって乗るんじゃなくて、タララリタ、タタッチ、タ、タッチ、タッチ、タララリ。まぁ、ちょっと何回も繰り返してますけども。タ、あ、ここね、しっかりね。これやっぱりタッチをステップにすると、まぁ、ほぼほぼ同じなんですけど、見た目が全然変わってきますよね。タララリ、タッタタ、
タララリタタイタララリタタととなって、まあ、リズムも見た目もまあまあ変わらないんですけども、タッチとステップ全然変わってきますので、そこのタッチのところしっかり意識してもらえれば大丈夫なんじゃないかなと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。